丈夫です、はい、お任せください。すいません。審査委員長は引き続きわっしょい100万夏祭り実行委員会元よさこい部会長末松一恵さん。はい、3連勝でございます。頑張ってください。さあ続いてゲスト審査員の皆さんですね。はい、痩せてきた。暑いですからね。いいんじゃないかと思います。いいんじゃないか。はい、続いてゲスト審査員の皆さんでございます。はい、はい、審査員は日本舞踊坂東流坂東真由太様。お願いいたします。素敵な浴衣。はい、続きまして北九州市 PTA 協議会会長穴井秀和様。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、はい、RKB 毎日放送株式会社北九州支社長中井重利様。はい、よろしくお願いします。以上4人の皆さんで審査を行っていただきます。さあそれではね、先ほど発表いたしました決勝演舞に進出をしたこの6チームで優勝を争っていただきます。わっしょいよさこい北九州2024決勝演舞、これから始めてまいります。まず1チーム目は熊本県熊本市からエントリーザ・ショットの皆さんです。はい、私たちは破顔大賞をモットーに、破れる顔の大笑いですね、破顔大賞をモットーに活動しております。ザ・ショットと申します。会場全体が笑顔に包まれるような楽しくて熱い演舞をお届けします。はい、よろしくどうぞ。この度は決勝演舞を踊らせていただく機会をいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、今も叶えてもない心に届けてくれ。
はい、ありがとうございました。声もちょっとね、枯れてましたけども、すごい気合を感じましたよ。3カ所で踊って でまたこれ決勝でしょ。もしかしたらよさこいイレブンもエントリーしてるかもしれない、そうすると4回ですよ。すごいわ。さあ、わしはよさこい北九州2024、いよいよこちら、こちらで